どうもー、ふうじたです。はい、ということでね、今回はゲームプレイついに来ましたね。今回、触れるゲームなんですけども、忍者ジャジャマルくんということで、まあ僕といえば忍者ジャジャマルくんみたいなイメージあると思うんで、まあ誰もね言わなくても得意だってことはもう分かってると思うんですけど、なんで一気でどこまでいけるかということですね。で、まあ一応ループするんですけど、全21面と言われているんで、まあ一気一発勝負でね、まあ半分ぐらいは少なくともいかなきゃいかんだろうと思って臨むわけですね。藤田さん、調子いい時で構わないんで、21面全クリするのに大体何期ぐらい使うイメージなんですか？いや、まあ全盛期であれば一気でいきましたね。全盛期で一気、まあ今正直衰えてるじゃないですか。ですねまあ体力的にもね、反射神経とか含めてね、どうですか、大体3期ぐらい使えば一周できるかなっていうところじゃないですかね。なるほど。じゃあ一期で半分ぐらいは決して低いハードルではないですね、結構、まあ、一般的にはね、まあ、僕クラスのハードルになると、まあまあ無難というかベタなとこ行ったなと。あ、まあそんなとこかなとですかね、はい。じゃあ一発勝負で、10面以上。視聴者の皆さんにも見ていただけると、はい、いうことですね。そうですね、これちょっともらい事故みたいなのがあるんで、そこだけ気をつけて、はい、きっちりクリアしていきたいと思います。わ、はい、かりました。シリーズを投げて敵を倒していき、そのなんかターンが終わるとまたボスが変わって、また進んでいくとボスが変わってみたいな感じになっていきます。あ、じゃあそのボスが見どころなんですね。そうですね、なんか映画調っていうんですかね、例えばお雪登場とかになってくるんですよね。そういうのも、まあ、見どころというか当時の演出としてはいい方だったと思います。いきますよ。はい、お願いします。はい、スタートです。これすげえドキドキすんな。いいですね、でも一発勝負っていいですね、スリリングでねあのほらファーストテイクっていう音楽の YouTube 人気あるじゃないですか、はい、これ1回ね、ファーストプレイっていうね、あ、それやりましょう藤田さん、ファーストプレイっていう、あ、ちょっとあやかってファーストテイクさんあやかって、それどうなんですか、本当はどうなんですか、本当はっていうのは、あ、向こうがご本家のファーストテイクさんがちゃんと一発で歌ってるかどうか、それは歌ってるんじゃないですか、やっぱり、こっちみたいに何回もやり直ししてごまかしてないんじゃないですかねえ、あ、いいね、ゲーム芸人藤田のファーストプレイっていう、なんかしっくりきますね。で、ちょっとあれね、パクらせていただいてパクると怒られちゃう、まあまあ、ちょっとスピードいっちゃいますね、よっ、頼みます。長いっすね、これ長い、これ21面すごいっすね、本当にクリアできたら一気で、やばいっすね、そりゃ神って言われますね。ずっとハラハラドキドキしないといけないんで、ね、気が抜けないんだ、疲労度はね。やばい、爆弾もやばいんだね。あとちょっとなんか背景とのあれが見にくいですね、はいはい、若干ね、敵の、あ、弾弾と ね、そこが難易度がちょっと上がりますね。そうそうそう、よく集中してないと、あれっていうね、一瞬反応遅れたら多分当たっちゃいますもんね、これ。ああ、そう思います。うん、そういう意味ではすごい緊張、あっぶねえな、緊張感を持ってやらないといけないですねハラハラドキドキしてますね、ブラさん。またなんか自分を縛ってるんですよね、アイテム取ってないですね。そっか、うん、やっちゃうんですよ、ついに。ちょっとそういう感じをちょこちょこ言い訳挟んでくる感じよりも一発でみんなを黙らせるプレイしたらかっこいいですよ、やっぱり。これがダメだったとか、あの飯が出ないからダメだとか、腰が痛いとかいいんじゃなくて、もうそういうの全部吹き飛ばすぐらいのプレイ、どうだこれでっていうね、そういうのはかっこいいですね。そういうのはなんかゲーム芸人っていう感じしていいですね。いや、危ねえな。これじゃあこの、なんていうんですか、ブロックというか床を全部壊すとこは感じも意味ないですね。感じは意味ないけど、うん、壊すっていうよりもその敵がとにかく倒すことが、あ、そうですね、壊さなくてもいいですね、はい、うん、でまあ、ただしアイテムを出すにはこの、まあ、ブロックっていうか、そうですね、はい、うん、床を崩さないとってことなんですね。アイテム初めて取りました、はい、透明ですね、これでちょっといかないと、
今こんな感じで、うん、終わったかな。え、いんのまだ。もう一匹いいんじゃないですか。どこにいました。ああ、下にいましたね。変にこのね、追うの危ないじゃないですか。いや、なんでそんなギリギリ行くんだよと思いますよ。ちょっと余裕見りゃいいのにって。でも行っちゃうんですよね、多分攻めるんでしょうね。カタカタの次なんだと思います。あれ、なんでしたっけね。あ、行ってないか、まだまだ。あれ、なんでしたっけね。いや、わかんないですか。うん、怖えな、今のも。もう覚えてないですね。おぉ、はいはい、くーかね。はいはいはい、このカラカサやばいっすよね。カラカサすごいね、強いこれ。あ、今の、あの感じでしたね。うんうん、うん、まあ、普通にうまかったですか。あー、落下で、落下中を狙うっていうのがいいかもしれないですね。落下して着地した時に相手が撃ってこなきゃいいっすからね。あの、電話もね、かかってきそうですね。いろいろ考えちゃってるんですよね。あ、いや、もう集中しましょう。ないないない。ごめんはまたでもこれこそなんですね、これね。そうですね、このなんか、うん、ワンセット終わると、うん、上のボスは変わると。うん、うわ、これなんかこの動きは怖いぞ。いやー、早いよ。ちょっと敵が私には速いね、スピードは。そうっすね。ついていけないな、俺。連射もくしてくんじゃないですか、結構。うん、もうちょっとゆっくりじゃないと難しいな、これ。当時これやってたんだな。やってました？いやー、なんかね、あんまり記憶ないですけどね。あっぶねー。危ないけど、でも、ターンは取り戻しつつあります。いや、うん、なんか随分滑らかになってきましたよね。着地点を狙うんですね。なるほどね。うん、やっぱ、きっかけ掴むとね、藤田さん。そうそうそう、ね。一気にバーンとね。うん、伸びるタイプ、ね。うん、伸びるタイプですよね。ただ、お笑いのきっかけがね、まだ。つかめない。伸びたつもりですけど。あ、もう自分掴んで、はい、俺伸びしろもうないぐらいいってるよと。あ、これ失礼しました。そうか。それで今の感じなんですね。そうですね。いや、まだまだ行くのかなと思ってたんですけど。ああ、でもまあ、うん、伸びしろっていうかね、人生勉強って言いますからね。あ、なるほど。伸びてはいるんですけどね。はい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 、うわ、ちょっと、おこっち来た今。今のはすごいんじゃないですか。危ないですね。ジャンプして避けるなんてね。やばかったです、今の。来たっすね、来たっすね。なんでザコが撃つ必要があるんですかね、こんなに。いやー、すごい。カラカサはこっち着地点を合わせると。うまいっすね。あ、うまいうまい。さすが。今の出ましたね。カーンを取り戻しましたね。あ、これですね。うん。もういった？まだいる。もう一匹？なんで？この、だから正面で退治すると危ないですね。危ないです、危ないです。危ないけど変に戻ったりしても危なかったですね。確かに。まあ、スムーズいってますね。いってますね。一発勝負だしね。うん。うん、すごいですよね。すごいですよね。7、8、9、10。あ、ね、うん、気づけば斜めですもんね。ヘドボンか。骨、骨、骨、骨。ヘッドボーンですね。これやべえですよ、確か。うわ、強そうだな、ヘドボン。だって、このカラカサがね、ザコになるわけですもんね。早いんだよね、これ。こう、でも、だから。あ、赤玉、はい。一箇所開けて、ずっと待ってるとやばいですか。あ、そっか、火の玉出てきちゃうのか。もう来ちゃう、来ちゃう、はい。そっか、じゃあやっぱりある程度こう上下移動しながら敵倒していかないと。危ない危ない、はい。あ、でもヘドも行ったじゃないですか。あ、これなんかアイテム、あ、アイテム赤玉ですね。で、遠くまで飛ぶ。そうかそうか、手裏剣で、あっ、運命な。あ、見越えても危ないです。くるかね。いや、今相当ギリじゃないですか今。だね、本来これ残機もアップするし、はい、アイテムの一気増えるから、はい、このなんかやられてもどんどん行こうみたいなゲームなんですよ。はいはいはい、あの突っ込んでいくね、うん、攻めていくね。一気勝負なんていうそんなドキドキさせるやつでやるから。そうか。8、9、あと3年か。よし、いける、いくよ、これ行こう。ここもう見せ場ですよ、来ましたよ。そうっすね、ガマ乗ってないですよね。ガマ、ガマ、あ、ガマ、ガマ見たことあるんですね。いや、うんうん、あの当時ですね。あ、当時、当時、当時ものですね、うん、当時ものですね。うわ、怖え、これ。これ追い詰められるとやばいですね、結構ね。やばいと思います。あ、向こうは体当たりしてますもんね。まあ、こういうのもあることあるんですけど、ね、でも危ないじゃないですか。危ない危ない。ヘッドボンちょっとやばいですよ、これは。ちょっとアイテムでいきたいですね。あいつ、硬いんですか、やっぱり。硬くはないですけど、硬くはないけど、骨の連射がやばかったと思います。そうね、やっぱりね。あ、透明薬だ。ちょっと怖いね。おー、危ない。あ、よかった。透明薬なんで、ね。あ、よかった。
なんとか。うわ、まだピキブイみたい。まあまあまあね、いいんじゃないでしょうか。よし、本当に藤田のワン、はい、あのファーストプレイってやつで提案してきますよ、うん、俺企画を。ぜひ、90ですね、あとね、やっぱりジャンプしてくんの公園だよな、これで。なんならだって全クリの可能性もあるわけじゃないですか、まだ。まあね、奇跡のね、うん、やっぱ持ってる男藤田としてはやっぱり、うん、カメラの前だと強いじゃないですか、やっぱりみたいな強運のね、逆にね、カメラ映ってないとね。そう、映ってないときは本当にひどいクズですけど、うん、カメラ回ると途端にやっぱりスイッチ入ってね。そうっすね、おっかねーな、ちょっとすげえマジやばいこれ本当。こんなやべえ攻撃が上からも下からも、ね、こんなやばいゲームでしたっけこれ。いや、想像以上でした。で、なんか面白そうゲーこれ。あ、だから、うん、面白いですよ普通に考えて。すげえ面白いこれ。面白いんですが、この条件が乗ってやってると、あ、もう、これ長い飛距離飛ぶやつ。ああ、よかった。結構行くんだ。やべやべやべ、時間がない、時間がない。あ、バグダ打ってくるんですね。やらしい。わわわわ、乱れ打ちじゃないですか、バグダ。やばいやばい、これ追っかけてるとね、このなんか。あぶれ、うぅ、うぅ。あれ、ああいうふうにジャンプしてかわすの。うわぁ、うめぇな、おい。なんすか、ジャンプしてかわすのすごいですね、あれ。ああ。あれだってちょっとタイミング間違えたらダメでしょ。そうっすね、はい。いや、あれすごいよ。あと1個、あ、来ました、10面。なんだかんだで、ね。おらー、ね、素晴らしい。もうこれガマ乗って終わりにしたいな。あ、いいですね、綺麗ですね。ピンボーが来るんだ。ピンボーやばいですね。これ潰さないためなんじゃない、確か。一つ目ピンボー。はい。へー。あ、1アップだ。これガマ行くのかな。さっきそれで運命ちょっと押し合うてよ。あ、いた、4期になるとガマってことですね。ああ、そうですね、1分増えてね、やったー。いやー、上がった、怖え。運も良かったっていうのもあるんですけど、そうですね、上手かったっていうのが強いでしょうね、 やっぱね、両方ですね。でも両方実力ですからね。そうっす、運もね。いや、素晴らしい、決まりました、これはいった、これいった。まあ、という感じですか、じゃあ。いやいやいや、でもすごかったですよ、これは。一気でここまでやっぱすごいですよ。まあ、一気に一発で来ました。はい。はい、ということでね、忍者ジャジャマルくん、一発勝負で、一気勝負で、ハラハラドキドキ、見どころもあったんじゃないですかね。視聴者の方ドキドキ、僕もドキドキ、お互いハラハラしてましてね、面白かったんじゃないですかね。で、プロの技も出たと思います。ということで、これなんだっけ、ファースト一気勝負ファーストプレイ、ファーストプレイ、あ、まあ初回としては決まったんじゃないですかね。まあ初回としては決まったんじゃないですかね。